疲れ様です。クベトラックドライバーのゴートです、今ねカリフォルニアにいるんですけど、さっきねあの配達終わったところなんですよ。ほんでまあ今から違うお客さんのところに荷物ピックアップしに行くところやったんですけど、トラックが止まりました。今、まあ、どんな感じのところにいるかっていうとね、こういうちょっと上り坂にいるんですよね。とんでもなくね邪魔なところにいます。でももう動けへんようになった。いやみんなちょっとまあちょっと追い抜いていってくれてますけど、一応ねトライアングルセットしたんですよね。いやきついなー。いやちょっとねまあ何があったかっていうとね、まずね今日の朝、まあ、昨日の夜からちょっと調子悪かったんですよね。まず昨日めっちゃ暑かったんですけどね、で冷房がねなんか効かなくなったんですよ。いやそれまあちょっとそれも調子悪いなと思ってて、冷房が悪いんかなと思ってたんですよね。でいつもあのインテリアコンフォートモードっていうのを使うんですよ。なんかバッテリーであのエレクトロニックの APU 動かして、であの冷房とかね暖房とか動かすんですよ。だからバッテリーがなくなってきたらエンジンがね自動的についてバッテリーチャージして、でバッテリーチャージできたら消えてっていう感じなんですよね、そのモードを使ってたら。でも昨日からエンジンつくけどもう自分で切らへん限りもう止まらへんようになったんですよね。いやそれも調子悪いなと思ってたんですよ。ほんで今日の朝ですよね。いやなんやろ、スタートしたらなんか変な感じだったんですよね。アクセル踏んでもなんかすぐに力がこう伝わらへんというか。ほんでまあちょっといろんなライトとかついてね、ABS ライトとかエンジンチェックのランプ、黄色いやつもつきましたけど、でもなんかついたり消えたりっていうのがね繰り返されてたんですよ。いやなんか変な感じですよ、なんか初めての感じで。ほんでまあそれ以外でもいっぱいいろんななんかワーニングのコードが出てきてね、でなんかどうやらなんかローボルテージなんですよね。なんやろ、なんか電気系のトラブルかなんかわかんないですけどね。でまあ調子悪いなっていう感じやって、でちょっとまあ走ってて、なんやろ、J ブレーキとかあるんですよね、エンジンブレーキみたいな。でかけた時に、なんやディプレスブレーキとかいうサインとか出てきてね、なんやろとか思いながら、まあ J ブレーキがちゃんとなんか動いてない感じやったんですよ。いやでちょっとまずいなって、このまま止まんのちゃうかなとか思ったから会社に連絡したんですよ。で会社に連絡して、でさらにこっからバーストっていうところにね、まあ、トラックストップとかいっぱいあるんですけど、そこのラブズに行ってでチェックしてもらおうと思ったんですよね。まあ、で会社にこういう問題がありますっていう風に伝えたんですよ。でもなんかその会社のメンテナンスの人は、いやその問題は多分ラブズに行っても解決しひんやつやと思うわって。でフレイトライナーのディーラーに直接持ち込まなあかんやつやと思いますって言わはったんですよね。とか思いながら、でもまあラブズでねそのコンピューターをなんかつないで、でなんか問題が分かったとしてもそこでは直せへんって言わはったんですよね。でそれはすごいよくあることやって言わはって、でこの僕の今この起こってるプロブレムもなんか一応レポートされてるらしいんですよ。まあとりあえずトラックは動いたし、でまあここまでも配達できたし、だからまあ問題はないのかなって、問題はあるけどでも走れへんことはないなって。でそのメンテナンスの人がまあできるんやったら
こっちのこの今カリフォルニアですけどね、ここのディーラーシップ行ってもすごい時間がかかるって言わはるんですよね。待つのもそうやし修理もそうやし、5日から7日ぐらいかかるんちゃうかって。いや、もしそんなかかるんやったらね、僕も困るじゃないですか。今もうこのトラック乗って帰れへんから、いや、どうしようって感じですよね。まあとりあえず今晩はね、多分このトラックこのまま劣化されるんですよ。で、フレイトライナーにね。ほんで、で、僕はまあホテルで泊まるんですけど、まあね、荷物とかもありますしね、いっぱい。その辺もどうなるかわからない。あ、荷物まとめなあかんわ、今から。いや、まずいな。いや、でもまあ僕はとりあえずね、レポートもしてるし、でメンテナンスの人がまあ直すんやったらカナダの方がいいやろってやっぱ言うたはったし、で走れるんやったら走っていいよって言わはったんですよ。でまあちゃんと走ってこれて、まあ大体3時間ぐらいかな、朝で今配達終わったんですよね。でもまあこの上り坂でその前のねストップサインのところで止まったら、もうそこから動かへんようになったんですよね。登らへんです。で、会社に連絡したら、とりあえずまあ今できることは一回トラックリセットして、で様子見ようかって、でそれで走れるんやったら走ってそのまま持っていけるけどって。いや、これでも危ない、これはもう無理ですねいけんのかな思ったけど、これはもうちょっと危ない。しかも今から荷物ピックアップしてバンクーバーの方に行ってからカルガリー戻る予定だったんですよ。ってことは山越えなあかんですよね。だから、いや無理、これじゃめっちゃ怖い、絶対上がらへんだって今エンプティーなんですよ。それやのにこんなもうストップしてしまって上がらへんくて、いやきついな、どうなんやろうな。とりあえず荷物はまとめな、荷物めっちゃあるし、うわ大変どうなんだろう。とりあえずもうトラックはフレイトライナーに置いて、なんで荷物めっちゃあんねんけどな。飛行機で帰れとか言わはんのかな。いや、もうその方が楽かもしれないですね。もう荷物はとりあえず置いて、で修理終わったら誰かピックアップ来て、で僕の荷物どこに行くんかわからんけどピックアップしなあかんですね。うわー大変やな、どうなんだろう。いや、いきなり怒ったんですよね、ほんまに。いや、とりあえずね、この場所も悪いんですよね。このちょっとアップヒルになってるから、で下がるにも下がれへんじゃないですか、一人やし。で下がったところに交差点があるんですよね。いや、しかもこれ片道やしな、ちょっときついな。まあちょっととりあえず今リセットしてみてどうなるかっていうのを言われたんで、待ってみようと思います。ではまた後ほど。いや、とりあえずトラックリセットしました。でスタートしてみようと思います。いや、なんかねこんな感じでね、ワイパーが勝手に動くんですよね。多分無理やろな。めっちゃ後ろから車来るんすよね。
まずなんかドライブに入らへん。ちょっとまた、あ、多分もうこれはレッカーですね。会社に電話します。あ、お疲れ様です。とりあえずね、レッカー車が来ます。今から今待ってます。多分もうすぐ来ると思います。で、その後こっから何マイルやろうな、3、40マイルぐらい離れたところにヘスペリアっていうところにフレイトライナーのディーラーがあるんですよね。で、そこに運ばれます。で、僕もトーイングトラックに一緒に乗ってって、で、ちょっとごめんなさい、うるさいですね。で、そこのホテルに泊まるっぽいです。で、修理が終わるまでそこで待つ感じになると思います。いや、修理終わんのかな。いや、とりあえず荷物まとめました。いや、ぶっちゃけめっちゃあるんで、ここの下にもね、いっぱい、ここもごめん、ちょっと汚いけど、いっぱい荷物あるんですよね。だから、どうなんのやろちょっと不安やな。とりあえず最低限必要そうなやつだけはね、まとめたんですけど、いや、とりあえず今いる場所がね、ちょっとすごい狭いからね、もうほんま申し訳ないですよね。みんな事故とか起きひんかったらいいけど。ほんで、まあ今はまあトーイングトラックが来るでしょ。で、来てから、今日はもうフレイトライナーのディーラーシップがクローズしてるんですよね。だから今日はもう修理はできないんですよ。ほんで、フレイトライナーのところは駐車場がないらしくて、だからとりあえずこのトラックとトレーラーはその近くのどっかに置いといて、で、明日の朝ディーラーシップに持ち込まれる感じですね。いや、治るかな。まあ、運が良かったらね、明日修理してくれるかもしれんけど、いや、どうなの、そんな大きい問題なのかどうかっていうのがね、わからへんから、はじめはなんか、なんやろ、電気系統の問題やから、オルタネーターかとか、もしくはバッテリーとかが上がんのかなとか思ってたんですけど、どうなの、そんな大きい問題じゃないような気がするんですけどね。いや、難しいな、今回のは。とりあえず、まあ、会社には連絡して、話してるから。よいしょ。いや、だからね、まあ、どうしようもないような気がするんですよ。怒られへんとは思うんですけどね。とりあえずやることはやってるから。いや、早く治ってほしいな。とりあえずそれだけですね。なんかもうめっちゃ時間かかるから飛行機で帰るとか言われたら荷物どうしようって感じだしね。スーツケース買わなあかん。まあ、でもそれはそれでね、家で治るの待ってるからそれはそれでいいんですけど、いや、でもそんな方法は取らへんやろし、とりあえず早く治ればいいな。ちょっと願っといてください。またどうなったか報告します。多分そろそろレッカートラック来ると思います。いや、久々の問題ですね。久々の大きな問題ですね。では、まあまあ、また後ほど。わあ、ちょっときついな。
来た、多分あれかな。あー来ました。今から多分 U ターンしてきはります。エアーを抜いてくれって言われたんで、踏んでます。多分もう OK。 ドライブシャフト反応しボディローション。だ。なかなかいい部屋ですね。いや、疲れた。お疲れ様です。北米トラックドライバーのボートです。いや知ってるわ。いやお疲れ様です。あーちょっと横になるかな。すげえな。あー最高。やっぱホテルはいいっすね。ベッド1個余ってますよ。いやお疲れ様でした。ほんま疲れた。なんか今日は3時間走って、で荷下ろしして、でその後ね荷物ピックアップしようと思ってたらこういうことになってしまって、いやー大変でしたね。大変とほど大して何もしてないけど、まあ、ちょっとあのメカニックの人、レッカーの人の手伝いをした程度かな。あでもねその荷物をやっぱ整理しなあかんかったし、だって修理がねいつまでかかるか分からへんし、運が良かったら明日中に治るやろうし、運が悪かったら数日間ここにいながあんのかな。いや一番ちょっときついなと思うのは、あの他のドライバーさんが僕をピックアップして、でカナダまで帰るっていうのがちょっときついなと思います。まあチームドライバーみたいな感じになりますもんね。あまあでもそれはそれで早く帰れるからいいか。
1日だけその走ってる時に後ろで寝る体験ができるみたいな感じだけど、まあでもね、やっぱ他の、僕もそうですけどね、やっぱり他のなんかドライバーさんピックアップしてって言われてもあんまりねしたくないんですよ ね、まあ、ねインストラクターの人とかはね慣れてはるからねやってくれはるかもしれんけど、まあできればそうならへんことを祈ります。だってそうなった場合、今のねその僕のトラックを、まあ、また誰かがピックアップしに来なあかんでしょ。しかも荷物結構乗ってるんですよ。なんかまあ大したもんじゃないけど、それも大変やし、まあできればね早く治ってくれることを願います。まあこのホテルでのんびりできるのはいいですけど、まあ明日とりあえずそのトラック、今日はそのディーラーシップがもう夕方5時ぐらいで閉まるのかな、だからもう閉まってるからもう運び込めへんかったんですよね。気になる、何これ、虫かな、なんか気になるんですよね。ああいうの、まあこれもちょっと気になりましたけどこれ何ですかって。届くかな、よいしょ、あ、取れた、よかった。いやなんかせっかくホテルにいるし、なんかビールでも買ってこようかな。何を食べようっていうのはあるけど、この辺に何があるかわからへんしな。なんかちょっと行ったところに なんとかダイナーアメリカっていうレストランがあるっていうのは、ウーバーでここまで来たんですよね、その、あのトートラックの会社から。でその時のドライバーさんが教えてくれたんですよね。あとはなんかタコベルとか、でまあ自分のご飯もあるんですよね。ちょっと部屋にマイクロウェーブがないから下まで行かなあかんけど、ていうかすいません、あの寝ながら喋るなよって話です。よいしょ、あー疲れた。いや誰か遊びに来おへんかな。まあとりあえず早く修理されることを願います。ではまた後ほど。